はい、どうも皆さん、こんにちは、つなきゃびでございます。はい、今回はハンガーゲームズではなくて間違えました、ドラゴンエスケープというね、ゲームをやっていきたいと思います。はい、始まりました。ドラゴンエスケープ。まあこれはね、ドラゴンから逃げるゲームらしいんですけど、まあ僕はね、そんなチキンじゃないんで、このドラゴンと戦いたいと思います。牛勝負だお前、うりゃー。はい、ではね、2回目やっていきたいと思います。はい、いきます。まあね、さっきはちょっと負けちゃったんで、今回は戦い引かずに、はい、逃げます。はい、ではやっていきます。あ、待って、ですね、最近ですね、マイン、え、ラグりすぎちょっと痛い、まだ来てないよね、大丈夫だよね、そう信じて。最近ですね、マインクラフトの方つってやクラフトの方つってやとの方つってやさようならちょ、サーバーラグいから怖いんだけど。あ、いけた、うぃ、いいね。あ、よくね、はい、マインクラフトの全くやってなくてですね、雲あるんだけど、はい、まあマウスのちょっとね、感動がですね、異常に高く感じてしまうという、ね、まさかの展開で、あ、ちょっとね、動きがやばいんですけど、ご了承くださいということでね。これいけるのかな。ほっ、いった、ちょっと待って、マウスが動かなくなったんですよ、怖。いいね、あと2人ですね、僕とようわかんない人の2人です。おう、うん、オッケー。なんかめっちゃ雲あって邪魔なんだけど、これ。あ、俺だけじゃん。あと待ってよ、ドラゴン落ち着け。お前まだ早いぞ、来るのはまだ早い。こっからが俺のね、本気だから。よし、いいよ、いいね。待って、早いんだ。さようなら、戦いの時が来たようだ。あ戦わせてよ。ちょっと、最後手抜きだな、ドラゴンエスケープ。じゃあ3回目やっていきたいと思う。はい、では3回目始まるまでカット。はい、戻ってきました。待って、このマップをやるの初めてということでね、まあね、やっていきたいと思います。初めてのマップです、これ。てか、つい最近登場したでしょ、これ。ちょっと始めた、重たいけど、まあ、楽しいじゃん、このマップ。どういくの。水に落ちちゃいけないパターンだな、これ。オッケー、めっちゃ重たいんですけど、なんかこのマップは。落ちた、ダウンだ。ほっ、え、痛い、ね、待って、バックゲームちょっと難しすぎでしょ。ちょっと爆弾持ってきた意味ないじゃん。ちょっと、あー、惜しい、2位だったよ。でも2位だったこんなすぐ終わったのにってね。まあこのマップとても難しそうですが、まあ徐々にやっていくんで、このマップね。はい、で今ですね、なんかちょっとアップデートポイントもらいまして、ほら、もともえなんかこうやって、なんか新しくね、マインプレックスいろいろ変わったみたいで、はい、まあジェムがいっぱいもらえるわけですよ。で、まあこのね、キット買いました、こいつです。爆弾をね、味方にじゃない、プレイヤーにね、押し付けるっていう伝説をはい、これちょっとさっき使えてなかったんで、もう一回やりたいと思います。もう一回、あと一回ね、あと一回やって、まあゴールしなくてもゴールしてもこれで最後にしたいと思います。俺はね、始まるまでカット。はい、3回目やっていきたいと思います。はい、人がちょっといっぱいいて邪魔なんだけど、この爆弾ね、なるべく早く使わないとね、終わる気がするからね。ちょっと爆弾使っていこう。そうそうと爆弾使っていこう。お、完璧じゃない。俺今絶対誰か引っかかったやん。ほら、死んだ、ざまめろ。ざまめろってことで待って、俺ゴミじゃん。もう一回やりたいけど、これ最後って言ったんで、まあ終わりにしますけど。え、待ってざまめろっつった瞬間落ちたんだけど。はい、というわけで、ちょっとエンダードラゴンが来ないとこで終わろう。向こうゴールにいます、ちょっと待ってください。ゴールにいます、ゴールに。うわ、待って、終わらせて。ゴー。はい、ですね、まあ、今回は、ドラゴンエスケープというゲームをね、第3
ほんと使えない。はい、まあやっていきました、ドラゴンスケープというゲーム、まあマインプレックスってサーバーですね、すいません。はい、やっていきました。まあ面白いと思った方はぜひやってみてください。マインプレックスのね IP はね、まあ詳細欄に貼っとくんで、コピーしてね、サーバーのとこに入れれば普通に入れるんでね、その中のドラゴンエスケープってゲームですね。はい、なのでぜひ皆さんもやってみてください。まあ今回は3つのマップやりました。1個は新しいマップだったんですけど、自分の PC でもとても重かったので、多分次も重たいと思う、皆さんも重たくなると思います。はい、自分が明らかコースペンみたいに言ってますけど、まあ一応ね FPS、まあ、縛ってて190出てるんで、はい、まあ一応自分はねマイクラはコースペかなって思ってるんですよ。はい、まあそんなことはいいとして、まあ長くなるのもいけないので、ここら辺で終わりたいと思います。最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。次回は皆様が一番お楽しみになってることかなと思うので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。はい、それではね、まあこれからも楽しんでいきます。動画は撮らないけど、ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。